アメリカ合衆国第80議会はアメリカ合衆国連邦政府の立法部門の議会であり上院と下院から構成された。ワシントン DC にて1947年。これはハリー、S ・エストルーマン大統領の任期のうち3年目及び4年目に相当する。今回の下院の議席配分は1940年の第16回米国国勢調査に基づく。 共和党は上下両院で過半数を占めた。共和党は前の議会で過半数を占めており、次の議会で過半数を奪回した。ハリー・エストルーマン大統領は第80議会を何もしない議会と呼んだ。議会はフランクリン・ローズベルト政権時に通過した法律の多くに反対した。彼らはトルーマンのフェアディール関連書法案の大半に反対した。 その一方で、企業を優遇する法案の多くを通過させた。1948年の選挙の際、トリューマンは対立候補のトマス・デューイに対してと同様に何もしない議会に対しても攻撃を加えた。1947年の第80議会開会時の起動を行う会員付き牧師バーナード・ブラス・カンプあたり議会の開会時から閉会時まで統制に変化はなかった。 民主党は1議席を失った。この議席は第81議会まで空席のままであった。目次、上院、多数党、少数党下院、多数党、少数党上院議員の3分の1は議会が改まる2年ごとに周規模で改選される。任期は6年。下表に掲載された議員名の前にある数字は上院における部類であり、 議員の選出周期を示している。第80議会開会時の会員における、格党選出の議員の割合。青が濃いほど民主党が優勢、赤が濃いほど共和党が優勢であることを示す。全州規模の大選挙区から選出された、会員議員の氏名の前には、AT ラージの表示がある。また、各選挙区から選出された議員の氏名の前には、選挙区の番号が付されている。 会員選挙区の番号は当該選挙区の項目にリンクされている。なお、選挙区の区割りはしばしば大幅に変更されている。リンク先の項目はあくまで今日存在する選挙区についての項目であり、第80議会当時のそれではない場合がある。下表は第80議会第一会期の開会以降の交代を反映している。3人が死去し、2人が引退し、 一人が中間選挙で落選した。九人が死去し、七人が引退した。ありがとうございます。